ばんは、おみやです。今日はですね、佐野市にあります面倒屋さん、こちらに行ってまいりました。場所なんですけれども、佐野日大高校近く、道の駅ど真ん中田沼から車で約5分、向かい側には佐野日大の人工芝グラウンドや交番、セブンイレブンがあります。背脂ちゃっちゃ系のラーメンがいただけるお店で、店内はこのようになっていて、テーブル席、小上がり席があります。おしぼりはセルフサービスで、卓上にはお冷ややすりおろしニンニクやマヨネーズなど充実した調味料が置いてあります。テレビ側にお子様用の椅子やお皿、紙エプロン、ヘアゴムがあります。メニューなんですけれども、ラーメンや武士ラーメン、塩や味噌ラーメン、担々麺、混ぜそばなどがあり、注文の際店員さんに言えば背脂の量を調節してくれます。サイドメニューでチャーシュー丼やチャーハン、餃子などがあり、ドリンク類はビールやハイボール、日本酒、サワーなどのアルコール類、コーラ、ウーロン茶などのソフトドリンク類があります。デカ盛りや激辛のチャレンジメニューもあるそうです。私はラーメン720円、背脂鬼多めと餃子5個480円を注文しました。餃子は焼き上がりに10分から15分かかるそうです。さあやってきました。ラーメン背脂鬼多めと餃子5個。背脂の様子がおかしいですね。いただきます。ラーメンの具材ですが、ネギ、もやし、メンマ、チャーシュー、そして背脂がその名の通り鬼多め。背脂のコクと甘みがラーメン全体を支配してうみゃーです。まさに IWGP 王者になったり、ジェロム・レバンナに勝った安田忠雄のような大金星のような背脂の量で、肩固めを決められたように、どこを食べても背脂から逃れられません。麺は中太縮れ麺です。もっちりしていて、しっかり背脂が絡みついてきます。背脂好きにはたまりません。ニンニクを入れようか悩みましたが、背脂さんが強すぎてニンニクマンを寄せつけません。お店自慢のチャーシューですが、箸で掴んだ瞬間柔らかく、非常にトロトロでうみやです。スープ、麺、チャーシューが一体となり、まさに突っ張りからのボディアタックからのダブルアームスープレックスのようです。餃子ですが、大きな餃子が5個、中は野菜がメインでしょうか。野菜の甘み、ニンニクのほのかなパンチがあり、トロッとしていて皮がパリ、噛むとジュワッとしてタイガードライバーのような破壊力です。背脂好きにはたまらないラーメンね。そういえば面倒屋さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。おみゃーと背脂の区別がつかないわね。チャーハンも気になるので、次回食べてみたいですね。接客も元気が良くて気持ちが良かったです。完食です。ごちそうさまでした。はい、といったわけで、面倒屋さん、たっぷりの背脂のコクと旨味、大変満足しました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。